難病、いわゆる特定疾患の患者さんです。まともにちょっと歩けません。ちょっと、ビデオ撮らせて戻るでね。感じをちょっと。危ないです。注意してください。まあ、こういう感じですね。まあ、一人では立つこともできないという状態です。小脳変性症の患者さんの葬儀師ですが、その葬儀師に、こういうスプリントですね、これをつけるわけです。こういうのね、カチンと。それでまあつけてどうなるかと、まあそういうところですね。でそれでは今からスプリント入れてもらいましたので、立ってもらいます。で立って歩いてもらいますけど、非常に危ないのでちょっと後ろに介抱ついてもらいます。ちょっと歩いてみてます。立ってください。はい、はい、そのままゆっくり進んできてください。こっちへ後ろついとってよ。はい、おばあちゃん歩いてきたよ。もう一回か。気をつけてよ。ゆっくりで歩いてよ。はいはい。歩いてきた歩いてきた。歩けますね。はい。椅子座れるかな。ちょっと椅子ねかけてください。まあなんとか、はい、歩けましたね。今日は一歩も歩いてないんですね、家ではね。歩けないですね。小梅さんが見てどうですか。すごいですか。はい、はい、はい、それでちょっと今度後ろ行きます。はい、ここから難しいよ。ゆっくりでいいよ、ゆっくりで。危ない。ちょっとまだ後ろへ下がるのはちょっとまだ難しいですけど、こうやって練習していきます。はい、もうちょっと下がるかな。そう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 、そういう場合。そうそうそう、ちょっとまだね後ろはねバックしにくいですけど、まあ練習していったら